日本の外務大臣として9年ぶりにミャンマーを訪問した現場大臣は、民主化運動指導者のアウン・サン・スー・チーさんと会談し、日本訪問に前向きであることを確認しました。昨日スー・チーさんと会談した現場大臣は、ミャンマー政府の民主化に向けた努力を高く評価していると述べ、日本も民主化を支援する姿勢を示しました。また近い将来スー・チーさんを日本に招待したいと伝え、スー・チーさんからもぜひ行きたいと前向きな回答を得ています。一方、首都ネピドーではテイン・セイン大統領らと会談し、日系企業の進出を促す投資協定に向けた交渉に入ることで合意しました。ミャンマーの安い労働力と豊富な天然資源は日本にとって魅力的ですが、アメリカが経済制裁を解除していないこともあり、本格的な経済協力までにはまだ時間がかかりそうです。